今日はですね、大変お得なアイスコーヒー、を紹介したいと思います。こちらの商品はですね、ヤフーショッピングでですね、ヤフーのロハコという店なんですけどね、そこでアウトレット商品です。で、2つで578円。はい。300グラム入りですね。はい。2つで578円。で、しかも、ポイントが、ついたりしますね。で、私は20倍ぐらいポイントがつくんでですね、実際は230円ぐらいで買えます。一袋230円ですね。はい。はい。で、こちらですね、どんなアイスコーヒーかと言いますとですね、ベトナム産なんですね。で、ベトナム産って何だろうと、思うかもしれませんけど、ベトナムのコーヒーっていうのがですね、まあ、例えばベトナム料理のお店で飲んだりすると、ミルク、練乳のミルクをいっぱい入れて、すんごく甘くしてですね、飲んだりするわけですね。はい。あれはですね、苦くて飲めないからです。はい。ベトナム産のコーヒーっていうのはですね、コーヒーっていうのが苦くて飲めないんです。はい。だからもう今から20年も30年前は、まずベトナムのコーヒーなんていうのは、日本では売ってませんでした。ところがですね、改良されたんです。はい。もう10年ぐらい前からちょっとわかりませんけど、だんだん改良されて、その苦くて飲めないコーヒーが美味しくなってきたんですね。で、現在ですね、それがものすごく人気になって、日本の輸入量で第2位です。第2位が、なんとですね、ベトナムのコーヒー豆なんですね。はい。はい。知られてないかもしれませんけど、輸入では第2位です。インスタントコーヒーなんかに結構使われたりしてるようですね。はい。実際どうなのかって言ったら、本当にこれ美味しいです。例えばアマゾンで同じような商品だと、これ700円か800円しますよ。アマゾンで。はい。もう普通のコーヒーとほとんど変わりません。価格的には。じゃあこれからですね、アイスコーヒーをですね、作ってみたいと思います。はい。準備ができました。こちらはですね、100均のコーヒーフィルターに、100均の、これは水入れですね。冷蔵庫なんかに入れる。はい。で、100均のですね、このコーヒーフィルターです。で、これ下にですね、水入れてます。要するに、これ、あんまり熱湯をこのまま入れてしまうと、まあ、これプラスチックなんで良くないんでね、半分ぐらい水入れてます。で、ここから今からですね、作ります。はい。このようにですね、やかんに沸かしたお湯ですね、入れてます。はい、こちらは冷蔵庫で冷やしてるのですけど、これ1杯あたりですね、これ 1.5 リットル。ですね。さっきのが、50グラム、1回50グラム使うんでね。300グラムの6回使います。はい。そうするとですね、これ1個あたりが45円ぐらいでしょうかね。アイスコーヒー代45円。さらにですね、コップにつくと、6杯分か7分分ぐらいありますね。はい。はい。こんな感じでアイスコーヒーができました。美味しいですよ、これ。